Thank you.
どうもありがとうございます。このなんかありがとうございます。コロナ禍のまずマイクの扱いと、お客さんに対してどういうマスクをしていいのか全然こう分からないんですけど、どうもありがとうございます。今日はこのトリオでやってますけれども、すいません、ちょっと喉がこれ MC をしなきゃいけないんですけど、喉が あんまり良くないっていう、もともと良くないんですけど、できるだけ大声でやりたいと思います。ベースが折原良治、鈴木博之、市野元彦で演奏します。ありがとうございます。
ですね、何やったか、最初は僕の曲で No Restrictions for Plastera って曲をやりまして、今やったのが Falling Grace っていうスティーブ・ソワローさんの曲ですけど、何やろうかな、あ、ハイキングっていう僕の曲をやろうかな、結構僕の場合は割とこういうセッション的に演奏させていただく機会っていうのはあんまりこうなくて、すごい珍しい感じなんですけども、今日は自分の曲とあとまあスタンダードみたいなのを持ってきて、まあ、それ演奏しようと思います。まあ、曲はね別に何でもいいっちゃ何でもいいんですけど僕の曲であろうと誰の曲であろうと、まあ、一緒なんですけど、ちょっと一曲僕の曲をやりたいと思います。ハイキングという曲です。
Thank you.
Thank you.
されてる方たちの足元にものすごく興味持ってらっしゃる。あ、僕ですか。あ、いやいやいや、え、あの靴もちょっとニューバランスも興味持ってエフェクト関係が皆さんすごく興味持ってます。これカンガルー側の靴なんですけどエフェクターですか。皆さんすごく興味持ってます。まあ、ギターがでやられてる方が多く見ます。これ何なんですか。今日は何でしょうか。リバーブとテープエコーとみたいな、まあ、あとちょっとピッチシフターみたいなやつですかね。あとオーバードライブみたいな。こだわりですか。そうですね、安く買えるものはもう極度に安いあのコピーモデルを買います。でそれでしか買えないものはもう仕方なく買うっていう感じですかね。こだわりとしては、まあ、あのだいたいこうやって持ってきても全く使わないこともあるんですけど、なんか、まあ、気分で使うときもあるんですけど、まあ、本当こんだけつないで一つも使わないときもありますね。まあ、いざというときに飛び出せるようにあのしてあるということなんですけど。あとギターは70年代っていう質問。すごい質問があるんですね。これは73年ぐらいですかね。72年ぐらいのあのまあ、レスポールカスタムっていう、これはあの予約付きっていうかものすごい重いんです。まあ、ギター弾かれる方はご存知かもしれないですけど、ものすごい重くてもう一回背中を壊してあのブロック注射打ったりしてた時期もあって、それでこれはやめてたんですけど、最近ちょっとなんかまあちょっと太ってあの力ついてきたので弾いてます。コメントいただいてる方肩凝ってるんで、あと1曲ぐらいにしようかな。F？ え？あ、フリントですか。フリントはあのリバーブですね。これリバーブですね。このリバーブとなんかトレモロ。そう、あ、そうですね。あのいわゆるフェンダーの、 あのリバウと何ですか、トレモロをこうそのまま抜き出したみたいな。フェンダーのアンプを持っていてなくてもなんとなくフェンダーっぽい音が使えるっていうものなんですけど、はい。すごい、なんかこうインタアクトがあるんですね、コメントとの。ああ、なるほどなるほど。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか面白いこと言うとあの投げ銭が増えるかもっていう話あ、まあ別に面白いことはないんで、あのあれなんですけど、まああんまり演奏もね最近してない、このコロナ禍でしてないんですけど、なんかそうですね、面白いことっていうか、あの先日ダイソーに奥さんと行ってたんですけど、あのまあちょっと物選んでたら中年の女性の方がふっと現れて、あなたは5個持ってるって去っていったんですよ。あなたは5個持ってるわって僕に言って去っていったんです、うん、ちょっと宗教的な話らしいんですけど、で結構僕としてはまたかっていうか、あの結構そういうことがあって、そうなんです。一回あの焼き鳥屋で、路面店の焼き鳥屋でも持ち帰りで並んでたら女性が来て、それもあちょっとすいませんって言って、もういきなり土下座をされて僕の前で、あちょっといい、あのいいんで、あ土下座を、土下座、失礼しますって言われて土下座をされて、やばいで、うん、えってなったんですけど、いや大したことただの土下座だからみたいな感じで向こう大丈夫だからみたいな感じで、そうそう、結構なんかそういうことはあるんですよね。あ、僕ですか。あ、僕は全然いいです。いやもうこんな喋ってもね相槌がですね。
あ、こんにちは、織原です。じゃあ、こんにちは、土下座。はい。あ、そうですか。ただごとじゃないんですけど。確かに結構なんかあるんですよね、そういう。冷え、そう。まあ、だから、なんていうのかな、ありがたい、演奏を。じゃあお布施をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと一曲最後になんかやります。はい。僕がしましょうか。はい、ですね、私あのこの、東海というですね、80年のジャパンヴィンテージですね、すごくこう、エントリーモデル、45っていう、まあ、4万5000円の定価だったエントリーモデルを引いてまして、まあ、これをメインにして、5年ぐらいになるんですが、今の話を聞いて、想像ができると思うんですが、投げ銭をですね、たくさんしていただけると私の手元にもしかしたらフェンダージャズベースが届く可能性もありますので、一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。みんな結構喋りたがる。いや、あの大事なことなんで、ね、あどうも、バーチオーゾ副料理長の鈴木でございます。もう最近はね、もう料理系 YouTuber でもう今日は、総支配人の矢堀氏のブッキングによってこのトリオになったんですけれども、まあ、大体、ね、こういうあのセッションライブってセカンドの方が温まってくるんで、うん、そうそうそう、あのかっちりやってるねバンドとかだと結構ファーストからねこう飛ばしてったりするんですけどね、昨日とかもそうでしたけど、あの今日多分セカンドもっとさらにこう世界観が広がるんじゃないかなと思いますので、あの今のところセカンドの配信の予定はございません。ここからですね、皆さんの、投げ銭の入り具合によって、それによってあの、支配人とリーダーの機嫌が取れたらセカンドを配信するという流れになりますので、はい、あの皆様必ず投げ銭を入れていただくよう、よろしくお願いします。以上、副料理長からでした。
どうもありがとうございました。じゃあ、ちょっと休憩をしたいと思います。投げ銭以下によってはもうワンステージ配信するかもということなので、あのいやらしいですがよろしくお願いします。ありがとうございます。
Thank you.
どうぞ。あ、もうやってんだ。はい、本日は最高級ジャズクラブバーチョーズへようこそおいでいただきましてありがとうございます。そして配信ご覧の皆様、本当にありがとうございます。最近ではね、どのライブハウスでもこのインターバルではマジックショーをやっておりますのでね、当店当店でもやりたいところなんですけども、さすがにそこまではね手が伸びませんで、私今日は厨房からライブを観戦しております。ありがとうございます。今日のスペシャルメニュー、生姜焼き、いかがでしたでしょうか。最高ですね。最高でした。最高です。ありがとうございます。はい、そして今日はですね、あと黒毛和牛ステーキが、はい、バカ売れということで、やっぱりね、元ステーキハウスバーチョーザとしてですね、これからもいいお肉が入ったらどんどん、焼いていきたいと思います。ということでね、今日はですね、先ほど市野さんからもね、お話がありましたけど、あ、広則かで、私の方からですね、ちょっとプロデュースさせていただきました今日のセッションでございます。まあ、こういうセッションをですね、誰と誰と誰でやってみようとかっていうのを組んでやってもらったりっていうのは、どんどん試みとしてはね、やっていきたいし、まあ今までもやってたんですけれども、いや今日はもうバカ当たりですね。もう最高、はい、もう厨房どころじゃなかったですね、もう、はい、もう広則も、もうオリオリももう素晴らしい、もちろん市野さんのね、このコンテンツがもう本当に素晴らしい、はい、はい、ということで、これに懲りずまた、はい、週に1回ずつこれからやって縦でやっていきたい、いや本当、いや本当それぐらいいいですよ。うん、もうこれでこの店は大丈夫だなと思いました俺、はい、これからもこの人がいる限りやっていけるなと。でこのトリオのバランスがまた素晴らしいんで、はい、まあ、来月はちょっともう埋まっちゃったんですけど、また9月とか、10月あたり、皆さんこの3人がスケジュール OK な時にやりたいと思います。でそしてもちろん、この現場でも見ていただきたいですし、配信ですね、はい、こちらはですね、これからはですね、サブスクリプションで会員制でお送りしたいと思ってますね。7月からは、はい、なんと月額3000円というお得な、安い安いわ安いわよっていうのが昔あったね、そういう CM で、なんとか電気なんですけど、本当に僕もミュージシャンの方々も頑張って、その辺はねやっていきますので、本当に残念ながらね、このコロナ騒動でミュージシャンも店もどん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 今、ピンチでございまして、これはあんまり言いたくないけど本当にピンチでございますから、ぜひぜひサブスクリプションでお楽しみいただいて、ね、遠方の方はね、そして、この店に足を運んでいただける方はどん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 来ていただいて、はい、これからも一の元彦トリオを盛り上げていこうとそのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、セカンドセットね、演者様の了承も得られたと思いますのでとみなして、セカンドセットも配信もお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
Thank you.
手順が難しい。ありがとうございます。最初はオケアヌスっていう僕の曲をやって、今のはウェン・ショーターさんのリンボっていう曲なんですけどリンボっていう曲はあのウェン・ショーターさん2曲あるんですよね。さっきちょっと話したんですけど、全然違うメロディーの違う曲で、同じリンボっていうタイトルで2曲あるんですけど、なんかなんだろう、いろいろ著作権登録上のなんか大人の事情があるのかもしれないですけど で次にステラバイスターライトという、まあご存知のスタンダードの曲を演奏したいと思いますけど、まあジャズの人がよく演奏するわけなんですけども、そうじゃない、もともとのあのもともとのコード進行とキーですね。じゃ、映画ですよね最初で、まあほぼもともとのチェンジだと思うんですけど、これあんまりこれが本物だっていうと、またいろいろジャズ警察とかが来て3番目のディミニッシュが違うとか怖い人がいっぱい出てくるので、あのまあオリジナルに近いチェンジで演奏したいと思います。
Thank you.
どうもありがとうございます。では僕の作った曲であんまり演奏したことなくてレコーディングもしたことないんですけど、自分ではいい曲だなと思ってるんですけど、なんかやる機会がないっていう、すごいいい曲だと思ってるのに自分でも忘れてって2009年に書いたらしいんですけど、で今日久しぶりにやりたいと思います。タイトルもないんですけど、ワルツです。Thank you.
どうもありがとうございます。もうやってると時間の感覚がむちゃくちゃになってくるので、あと1曲やって終わりたいと思います。どうもありがとうございます。Thank you.
どうもありがとうございました。折原良治、ベース。鈴木宏信、ドラムス。ギターが一番大きい方でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。では終わりたいと思います。ありがとうございます。